皆さんこんにちは。現代社会学部現代社会学科の大竹です。私はソーシャルワークの中で特に精神保健福祉分野について教えており、精神保健福祉士の実践に関する教育研究活動を行っております。精神保健福祉士は心の病を抱えた人が生活上で困っていることに対し、ソーシャルワークの方法を用いて生活支援を行っていきます。そして自分らしく安心して地域で当たり前に生活を送れるように支え、社会に向けた仕組みを作り上げていく専門職です。今日精神保健福祉士の職域は拡大しており、従来の精神科病院、クリニックや生活支援機関以外に行政機関、保護観察所などの司法福祉領域、就労をサポートする就労支援機関などにも広がっています。そして最近ではスクールソーシャルワーカーとして小中高校で活躍しています。またストレス社会と言われる現代において企業で働く職員のメンタルヘルスの相談支援にも従事し活躍しております。このように社会の中で期待されている精神保健福祉士を目指し、将来は人の心の痛みに寄り添えるソーシャルワーカーとして活躍してみませんか。